どうもメンディーです。今回のムーブオンは有楽町で会いましょうということで、有楽町の街を、もうなんて言うんだろう、 This is the 有楽町ということで、この街の本当にシンボル的なスポットを、シンプルに今回は皆様にお届けしたいと思います。早速このまさに高度経済成長期に、この銀座の地に、有楽町の地にね、そびえ立ったシンボル的な建物といえばここでしょう、ソニービル。このビルもあと少しでですね、この形のソニービルというものは取り壊されてしまって、で、あの東京オリンピックに向けて一度、いろんな方たちがコミュニケーションを取れる、まあ、広場というかスペースということで、一度仮の施設を作った後にですね、東京オリンピックが終了した後に新しいソニービルということに生まれ変わるということで、しばらくこの場所にこういう建物がそびえ立つっていう光景も見れなくなります。もう本当50年近くある建物なので、そうね、もう今となってはこういろんなビルがそびえ立っているので景色の一部になってしまっておりますけれども、ここができた当時はもう壁一面がブラウン管のテレビだったりだとか、あのその個性的なね、あのデザインで人々の注目を集めておりましたが、一旦その役割を終えるということでお疲れ様っていうのと、あとやはりその、まあ、音楽をやっている立場からしても、もう本当にそうではなくて個人としても、もうソニーのその機器というか、それはレコーダーだったり、あの家電だったりだとか、本当にお世話になっているので、いろんなその感謝の気持ちが込み上げてきます。いや、それにしてもやっぱスタイリッシュでいいね。続いては東京国際フォーラムにやってまいりました。ここはこの有楽町の地にこのフォーラムができてから約20年の時が経ちましたが、今やもうこの有楽町の街の一つのシンボルといっても過言ではないくらい、おなじみの駅前のスポットになってます。いろんな展示スペースや、そして、ホールがいくつか隣接しています。ホールなんかは国内外問わず素敵なミュージシャンたちが、連日素敵な音楽を奏でていて、そしてこの広場にあるモニュメントなんかにはね、今日実は休日なんですけれども、子どもたちが、ワイワイはしゃぎ回っていて、それに混じって大人の人たちなんかもね、笑顔になってこの寒空を吹き飛ばすくらいの勢いで、何とも活気づいてます。ちょっと中の方に入っていきたいと思います。いやー、これなんて有名だよね。結構その撮影なんかでもこの国際フォーラムのスペースは使われていたりして、この維新期という作品なんかね、いろんなミュージシャンの方とか芸能の方がね、こう同業者の方がここでポージング撮ってるんですけどもね、ちっちゃい子なんかここに駆け寄ってきてね、一生懸命こう登ろうとして、でそれを親御さんがやめなさいなんて言っている光景を目の当たりにしたことが何度もあります。魔法の石みたい。
このなんだろう、国際フォーラムってこのサイドのデザインがすごい未来的な分、その間に突き抜けてる空がとても高く感じるというか、そういう効果がある気がするんですね、私は。で、その間のこの広場に、ちょんちょんとランダムに散りばめられている、草木で、この木の葉の色でこの無機質のようでいて、その中で四季感を堪能できるっていう、本当にここ近代のね、近年の、建築物デザインの中でもね、シンプルな中の自然という、スタイリッシュな自然というのが視覚でも楽しめるような、そんな場所だと思います。いやでもやっぱ葉っぱが散っちゃってて寒いね。いやなんかこの天井が魚の骨みたいで、まるでそうクジラに飲み込まれてしまったような感覚で、それでいてこう空中の上に漂っているような、でそしてここはね、元は東京都庁があった場所なのでね、こういろんな要素がこう入り混じってパラレルな世界、まさにこう建物全体を通してこうアートって感じ。ここはさ、カメラ小僧のもう本当にここっすよここみたいな感じのスポットですね。そのこの廊下というかね、空中廊下みたいなものもあって、本当にだからそれこそ自分が空中歩いてるようなこう感覚になることができるし、これはもう本当にこの建物自体が被写体だから、これすごいね、迷路みたい。なんかこの日中から夕方にかけて中に差し込んでくる光が刻々とこのフォーラムの中の表情を変えていくっていう、目をこう閉じてそしてこう開いた時には光の角度はほんの数ミリだけど変わっていってるわけで、なんかもう一瞬も逃したくないようなこの感覚、もう贅沢な空間ですね。うわーいいなー、光のアートだ。有楽町をめぐる小旅行、最後にここ帝国ホテルにあるランデブーラウンジやってまいりました。いろんなエリア最先端を、肌で体験できる場所、そしてこの街の空を堪能できるような場所、いろいろ巡ってみましたが、最後はちょっと格式高い、格式高いんだけれどもなぜかホッとするような、そんな空気がこのラウンジには流れてます。ありがとうございます。有楽町というのは本当に過去から現在、至るまで色々な人たちが
しか自分の宝物がないわけ。積み上げてきたものが結集しているような、ファッションもそうだしテクノロジーもそう。でそれを無邪気に楽しむことのできる、子供から大人までの笑顔、そして笑い声に包まれているような、そういう印象をなぜか週末の有楽町に感じました。改めてその足でこの街を堪能していただければ幸いです。で私は歩き回って少し小腹が減っておりますので、アフタヌーンティーでこのお腹を満たしたいと思います。それではメンディーでした。言葉を交わしたいよ、毎週日曜を会い続けているのね。かすかな変化に気づけないこともある。まばたきもなく見つめるのもいいけど、力を抜いて寄り添ったりしたいよ。毎週日曜を会い続けているとね。ないと